里崎チャンネルジョン、こんにちは。さあ今日は4月16日はいかな、17日、はい、プロ野球もう一周、全チーム終わりましたけども、はい、ここまで一周見た中での、うん、今日はパリーグ編、はい、総チェックでございます、うん。どうですか、ここまで見てきてパリーグ。やっぱりちょっとソフトバンクがもう最初もう かなり抜けたなって感じありましたけど、うん、でも今貯金6、ロッテ楽天で 2.5 ついちゃいましたけど、うん、でもまだまだ分からないなという感じですね。まあここまで見てきて思うのはやっぱりソフトバンクが、うん、まあ怪我人も出てないし、うん、はい、あとまあ藤井の先発転向もいい形で回ってるし、うん、まあ、なんて言ってもリリーフがもう本当5回投げたらその後、まあ松本、つもり、香山、うん、とかオスナ、モイネロも帰ってきたし、うん、バンド、はい、盤石だね。だからスケール好きないね。しかもどっからでも点取れるしね。そうなんですよ、うん、なんか最初リードとかしてても、うん、もういつまたひっくり返せれるかっていう、うん、もうヒヤヒヤしかないですで、三森が怪我して開幕間に合わなかったけども、うん、牧原セカンド来て周東センター行って、はい、もう別に誰もいなくても大丈夫ですよみたいな、うん、で外国人もあんだけ取ってんのに、うん、ほぼ誰も出えへんっていうね、はい、で DH にあんだけ座って、うん、で正木頑張って使ってるけどなかなかヒット打てなくて、うん、でもまあ上林も頑張ってるからね、うん、そういった意味では全和風打線でやっぱあの栗原選手とか近藤選手とかやっぱ強いですね、うんうん、でも圧倒的な数字を、はい、打率とかもね、うん、1位でもないし、はい、2割5分3厘で、チーム打率1位じゃないんだ今。1位じゃない。あ、そうなんだ。1位はオリックスの2割6分おで、ホームラン数も6本で、はい、最下位だし、だからそのやっぱヒットをつなげていくっていうね、うん、その代わり得点圏打率が2割4分1厘と、うん、やっぱ1位なんだよね。あ、やっぱそうなんだ。だからもう確実にチャンスをものにして連打でつなげていくっていうね、うん、ところはまあめちゃくちゃ大きいかなっていうね。得点自体は、得点は47点で2位、はい、あ、2位なんだ、うん、でも試合数が12で2位だから、うん、西武より2試合少ない中で西武と2点しか変わらないから、そうかそうか、そういった意味では試合数の割に点しっかり取ってるっていうところもあるし、盗塁成功率がなんと9割、はい、8いったらほぼセーフ。いや、周東選手マジで足速いっす、うんうん、その代わり代打成功率が0割っていう。ああ、そうなんだ。だからなんか1回腹口が欲しいねみたいで、はい、いいねみたいな感じでね、うんうん、言ってたけども、はい、あとエラー数3個と無駄な失点もしてないし、うん、っていうところではもう安定的な。でピッチャーもなんと防御率 1.93、 はい、すごい。先発 2.08、 リリーフ 1.6、 もう完璧です、うん。投打のバランスが最高にいいですね、うん、だからこれ見てて、ね、やっぱり西武もね、うん、やっぱいい戦い、ね、セタイラーもね、うん、いいし、高橋光成頑張ってるし、今井、今井投手もエンス、めっちゃ良かった、うん、松本、うん、はい、もう与座ですら入ってくる余地もないし、うん、でリリーフもね、ティノコアと佐藤、うん、で森脇、うん、で青山、はい、増田と、まあ、いろんなところでワンポイントしたりとか、リリーフのこの踏ん張りっていうのも大きいし、うん、で山川がね、また足のコンディション不良でいなくなったけども、うん、アイドの一番が何気に効いてて、うん、そうですね。であとマキノン、うん、マキノンって知ってた？マキノンじゃないんだよ、はい、うん、マキノン知ってました。マキノンがいいよな。最初は開幕前まではマキノンだと思ったんですよ、うんうん、マキノンだと思ったんですけど、うんうんうん、もう始まったら必ずマキノンってね、うん、みんなが公式らしくて、はい、であとペイトン、うん、まあ、外国人が2人がいてば、うん、結構安定して、しかも殿崎がね、うん、いい感じで一発の長打もあるしね。あとあれね、児玉選手ね。あ、そう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 、うん、でこの前滝沢一番精細のホームラン打ったりとか、ね、まあね、源田がね、うん、来たら使われなくなるけど、はい、それまでにね頑張って、うん、もらってね。え、なんかトゲあります？いや、でもあれですよ、源田選手と山川選手いない中、うん、そうそうそう、なんか三足打線ってね、うん、でしっかり2位じゃんね、うん、鈴木翔平選手もね結構頑張ってる。お、そうそう、お、結構いいところで打ったりしてるね。そうそうそう。でオリックス、ロッテとね、はい、貯金1で行って、うん、でハムが今借金6、はい、楽天が借金4っていう中で、うん、楽天だってチーム打率1割8分6厘パリーグ最下位だよ。得点圏打率も多分結構、得点圏打率めっちゃ悪いよ。得点圏打率は0割5分9分5厘、1割すらない。そうなんですよ、うん、本当にあと1本がもう本当に出ないんですよ、うん、チャンスは作るんですよ、うん、あと1本が本当にだってタイムリーが何十何イニング出ないみたいなことやりましたもん、うんうんうん、久々にこの間出て、うん、でピッチャーも防御率 3.74 で、うん、ワースト2でリリーフの防御率 4.40 ワースト1、ちょっと投打ともに今ちょっとで基本塁打11本はパリーグ最多、はい、ちょっとあれだね、今ちょっと苦しいですね、うん、援護率 1.91 だ、うん、全然援護してないそうなんだ。からこう、うん、見てて、うん、未来だよ、うん、に向けて楽天が
一番悪い未来に向けて。年齢層も高いしってことですね。そうそう、年齢層高いし、まあ、マー君今年頑張ってるけど、はい、そのもうマー君の則本騎手に圧倒的感ないじゃん、うん、まあまあまあベテランで今まだ安定してますよっていうね、うん、そう、うん、いやー今日マー君か負けるなみたいなのがないやん、うん、そのもう山本由伸かみたいなのが、ね、そうそうがないのよ、もうそのもう、うん、それは仕方ないね、もうどんどん年いってくるからね、まあまあ、うん、で、あのリリーフも含めて、まあ、宮森とかね、鈴木空とか、うん、あの西口とか、はい、若いとこ投げてるけど、うん、まあ、西口も若干ね、うん、打たれたりとか、ここまで打たれちゃいましたね、うん、で、損でしょ、うん、だからこう松井裕樹までどうやって持っていくかのところが、うん、まあ、まだ固まらないっていうところもあるし、うん、で先発もその中で、まあ、早川も良かったり悪かったりやし、うん、で打線もちょっと若いのが、うん、まあ、安田とかホームランって頑張ってるけども、はい、未来に向けて一番怖いね、うん、楽天がちょっと。そうです、あと浅村選手とか島内選手がちょっとまだ目覚めてないっていうのもあって、うんうん、でなんかフランコもね、開幕した時俺フランコいいのかなと思ったら、なんかそんなオフでもなさそうやし、あのそしてギッテンスがそうだから言ったじゃん、俺開幕戦ですらいなかったね開幕戦でいなくなるんじゃなかった、開幕戦すらいなかった、あんなにオープン戦良かったのに。俺だってギッテンスどっかに入れてるよ、俺あれ入れてますよね、なんかの、まあ、まだまだ出てないから言えないけど、はい、だからちょっと未来に向けて楽天が一番ちょっとやばいね、うん、まあ、でもファンとしては、うん、あれです、あのいつも出だしめちゃめちゃいいんですよ、うん、出だしよくて夏にグワーって落ちてくんで、うん、もうこれがもう毎年のもう夏の恒例行事になってるわけですよ、うんうんうん、今年こうなんで、うん、まあ、去年のオリックスってずっと下から徐々に徐々に上がってたんですよ、うん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 、その感じを狙います日本ハムはやっぱ未来には明るいんだよ、若い選手がいっぱいいるんで、で、あの清宮、野村、万波も、うん、でも俺は弱いと思うんだよ。なんでですか？1年間絶対続かないから、まあ、うん、あ、まあ、今1の良さっていうのはすごいありますよね。そうそうそう、でこれがもし1年間続いたらすごいけども、うん、俺は1年間は続かないと思うんだよ、こんな3割5分とかね、うんうん、っていうところがこれ続いたらすごいけどね、うん、はい、だから結局あのこの山あり安定した成績は残せないと思うんだよ、うん、いい時はいいけど悪い時は悪いみたいな、うん、しかもいいのに負けるとかもあるから、はい、ミスして、うん、だから、まあ、未来に向けては日本はすごい明るいけども、はい、やっぱりまあ今年も、まあ、無理なんちゃうかっていうのは、うん、なんか見てて思う。そうです、行きはいいよ、行きはいいですよね、うんうん、けど行きだけじゃ勝てないからもうだってソフトバンクなんてもう行きじゃないから安定みたいな、確かにそうですね行きがいい時代があってもそれが安定してるわけですもんね、うん、でピッチャーも、うん、加藤、うん、上沢とか、はい、まあ、金村はね、うん、いい感じでも投げてるけども、ね、やっぱ先発が足りひんよな、圧倒的に、まあ、数が、まあ、伊藤大海もいるけども、はい、圧倒的に数が足りないっていうところと、まあ、リリーフ陣も固まってない、勝ち投手が誰なのか負け投手もなんか総力戦みたいな、うん、すぐ開幕から総力戦みたいな感じだから、いける人行くっていう感じ、うん、だからやっぱり、うん、まあ、苦しいと思う正直、はい、で何気に頑張ってんのがロッテ、うん、いやそう最初負けね、うん、トントンってきたかと思ったら、うんうん、ね、連勝して、でも俺は、うん、続かないと思うそれは何を思って、うん、やっぱり、うん、そのハムと一緒で、はい、勢いはすごいよ、はい、息のいいもんね、うん、藤原も頑張ってるし、はい、おひらさんもいいところで打ったみたいな感じに、うん、なってるけども、はい、精一杯だから今余力ないから今が、だって荻野は怪我していなくなった、ね、高部は無理圧してるっていう若手の、これが1年間でポランコはそんな言うほどだし、うん、ね、うん、で山口もまだちょっとま だ,、ね、まだ上がってきてないしてない、ね、っていうね、だから俺はねもうロッテはハムと一緒で、はい、あの続かないと思う。でまあ若いいい選手はいるけど、そうそうそう、だから未来に向けては、うん、未来に向けて一番楽しみなのはもうロッテと日本ハムで間違いないのよ、はい、これは、うん、でも逆に言うとこいつらが尻すぼみしたらもう本当チームは終わっちゃうねみたいな感じになるけども、うん、勢い出たら勝つけども、うん、出ないと負けるみたいな感じで、はい、今もう精一杯に走ってるから、それをどこまで保っていけるかっていうところですね。そうそうそう、そうなった時にどっかで垂れてくる時にロッテとか荻野とか高部が帰ってこれたりとか、うん、ポランコとかが上がってくればいいけども、うん、そこが上がってこれなかったら、はい、本当に終わっちゃうからね。だから俺は、まあ、これ続かないと思うんだよね。であとオリックス、オリックス、オリックスも、うん、やっぱピッチャーは安定してるよね、うん、いい感じで、いい、でもちょっと山岡がピリッとしないんだよね、うんうん、この前なんかあれ何なんだろうね、リリーフで出てきてな、あ、そう、あれ何なんですかね、まあ、あれ多分先発のあの外国人ニックス、うん、多分あれ50球ぐら
いだったんだと思うんだよね、うん、でその後に山岡使うっていう使われ方が、まあ、もったいないと俺は思っちゃうんだけども、チームとしてそこまでに山岡の信頼度が下がってきてるから、うん、そういうなんか便利屋みたいな使われ方されるのかなっていう、うん、思い切ったらリリーフデーでもいいわけよ正直ね、まあ、1イニングずつもリリーフとかでも、まあ、あとはまあリリーフいっぱい結構使ってるから、うん、疲れさせたくないから山岡申し訳ないなっていうね、うん、ところはベンチからもあるかも分かんないけども、うん、まあ、山本いて宮城も安定してるしね、うん、で山下俊平太も、はい、出てきて、素晴らしいし、うん、でそこに山岡、うん、で田島、うん、で山崎幸也とか、うん、でリリーフはちょっと阿部ちゃんがね2軍に行ってるけども、ワゲスパツク、山崎総一郎、うん、宇田川、ね、平野で比嘉、うん、私この本田仁美投手ね、うん、で近藤も頑張ってるから、あんだから打つかどうかだけだよな、うん、今ちょっと杉本が調子いいっていうね、はい、でも打率1位なんですよね。そう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 、あと打つ、あと何気に若月がめっちゃ頑張ってるからね、うん、オリックスだって2割6分ホームラン12本もトップだからね、うん、パリーグ OBS716 もトップだし、うん、得点圏打率2割4分も3位か、日本ハム得点圏打率2割7分3厘じゃんな、あそっか、うん、日本ハムは1,2 番が鍵なのよ、だクリーンアップが今調子よくて返してるからね、うん、だからオリックスもいい感じやなって思うけどね、うん、オリックス投打のバランスいいなっていう感じね、いい、うん、ありますよね、いい感じでここまで来てるけど、うん、まあ、ここまで見てあんまり開幕前から考えると違和感は全くないね、はい、だって俺1位2位当たってるしね、で最下位も当たってるし、あ俺6分の4当たってるよ、おお、俺だってロッテと楽天が違うだけだもん、あ本当だ、だからもう超順当今のところね、そうそう、うん、予想通りみたいな、うん、まあ、ここからどう動くか分かんないですからね、うん、先生ね、でも一番心配なのは本当楽天確かにちょっとバランス悪い全体的に今投打ともにね、うん、ちょっと、うんうん、で日本ハムは夢ある、はい、正直、はい、これ俺は長く続かんと思ってるけど、うん、いやこれどうなんだろうっていうところはあるけども、やっぱミスも多いし、うん、ちょっとチーム全体がまだこう熟成してないよね、うん、感じ、でも本当なんか未来は明るそうですよね、チームが固まってきたら日本ハムは、うん、まあ、楽天はファンでもちょっと今心配になってますからだとロッテはまあ息のいいね、うん、感じがいるのと、やっぱ沢村のリリーフも大きいし、うん、で、まあ、あの佐々木朗希、うん、山本に投げかかっちゃうしね、うん、で種市もいい感じでできてるから、うん、まあまあロッテもバランスいいんだけど俺はまだ信用しきれてない、はい、正直でオリックスはバランスよくきてるし、うん、で西武は怪我にいる中でよく踏ん張ってるんだっていうね、うんうん、だからソフトバンクはもう強いっていう安定、うん、これ怪我人が出なかったらね、はい、非常に先発もね、うん、5回とか6回投げたらもうリリーフできるからね、うん、順当かな、うん、先生どう、なんかあるの、いや僕はやっぱりオリックスの、うん、これ絶対忘れたからここまでね、うん、まだ17日ですけど、うんうん、皆さんの予想をやっぱり言うたら吉田選手あなたがあるんですけど、うんうんうん、茶野選手っていうのが、うんうんうん、僕あのタイミングで育成からふんと試合に上げて、うん、ユニフォーム間に合わないみたいな時、うん、ぐらいの時からこう来て活躍した、うん、これやっぱりオリックスのフロント含め中村さん含めね、うん、この辺の目利きというかすごいなっていうのが、今茶野選手なかったら今打率すごいんじゃない、うん、そう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 、ね、で今茶野選手打率が2割9分8厘でチームではトップ、しかも紅林もうレギュラー剥奪されてる、そうなんですよ、野口くんがね、野口くんが出てきてるし、うん、あれ10億円選手紅林選んでなかった、入れました野口がね、そうなんです、来てるし、うん、まだ分かんない、シーズン中盤か出てくるかもしれないし、うん、分かんない、で太田も頑張ってきてるしね、うん、最近ね、うん、いい感じでね、何気にはゴンザレスっていう助っ人が、うん、ええとこで打ち取るんですよ、うん、ええとこでだけね、だから例年にないことなんですよ、うん、なかなか当たらなかったこの助っ人事情が、うん、俺はまだ信用してへん、当たらなかったのはバッて言ったんですけど、よくバッて当たり出したんですよ、ゴンザレスが、うん、おじゃあここから伸びてくるかもしれない、さらになんせ3割はないんですよね、だから2割5分ぐらいの助っ人さんで終わってもらうんですけど、うん、たまにホームラン打つんですよ、これがキートです、うんうん、まあまあまあね、やっぱ森選手はやっぱさすがやなって、うん、うん、そうだね、でも若月頑張ってるからね、何気にな、うん、いい感じでな、はい、でも3位だから、だからね、これによって崖っぷちに一気になってしまう選手ってやっぱおるなと、うん、それはもうそれは今年もあのトレードに出してあげた方がいい選手なりますよね、うん、はい、取り上げて、まあ、でもオリックスってもともとぶっちぎるチームじゃないじゃないですか、はい、こう徐々にこう上げてってっていう、うん、いいのを保っていくチームなんで、うん、今すごいいいあれですよね、うん、ね、袴田さん言ったようにね、去年のオリックスのやつもあるからね、そうなんですよ、楽天とかがね、ハブとかを徐々に噛み合ってきてっていうか、うん、あ、今度庄司投手投げるっぽいし、うんうん、いいらしいですよ、うん、楽しみ、すごい楽しみ、あのらしいって言ったらもう何言ってもいいいいらしいですよって、もうらしいってつけたら知ってた、らしいってつけたら何言ってもいい何言ってもいいだってらしい庄司投手めっ
ちゃいいらしいです。そうだろ。めっちゃいいらしい。どのらしいが一番本物っぽいからやってたですね。そんなも誰でも言えるじゃんね。ファンはらしいでもなんか嬉しくなるから。そうなの、うん。ロッテも菊池投手、うん、いいらしい。いいらしい。菊池に行くのしね。いいらしい。いいらしいよ。楽しみだ。いいですよ。まあまだ1週しか終わってないから。楽天も。はい。5月ゴールデンウィークまでには上がっていくらしい、うん、やっぱそうですよねこれ何でも言うね、うん、日本ハム、うん、今、うん、補強めっちゃ動いてて、うん、すごい外国人来るらしい、うん、らしい、おー、信じちゃいますよ坂本隼人が行くかもしれないですからね。え、何で言うの？仁岡パターン、仁岡パターンってこれ以上言えないです。太田大志パターン、ね、これさ、らしいつければいいと思ってるけどさ大体データでいくと、うん、まあ、糸井選手もそうなんですけど、うん、こうパッと出されるんですよね、うん、ポスティングとかその移籍とか、うん、そういうこともあるので、ね、うん、ここあの妄想中らしいですらしい話なんで妄想、まあ、一切信じないでください。居酒屋だから居酒屋トークみたいになってますよカモさんのおっさんと一緒ですよ。願望とかなんか妄想だから尺十分足りてますからそうです、ね、伸ばさなくてもいいんで喋りすぎかもしれない、はいはい、ということで楽しいところですね、はい、パリーグが、はい、そうですね、まあ、でもたたあのパリーグは結構回の今回にいるチームも結構見どころ結構あるから、うん、そういった意味では、まあ、前半ね始まったばっかりで順位はついてるけども、うん、結構面白いね、うんうん、感じ的には、はい、ちょっと本当楽天だけがちょっと元気ない、うん、心配感はあるけども大丈夫、浅村選手と島内選手がもうすぐ目覚めるらしいんでどうした